八尾は、大阪府八尾市内の一地域。現在の本町地区を中心としたかつての、八尾市内町とその周辺の村落、昭園、八尾省があった地域の総称であり、後、中郷地郡八尾村八尾町だった地域のこと。川地国和海群の南に位置し、寺内村の他に、長八尾八家村と呼ばれた、西郷村、東郷村、木戸村、昭の内村。 情報寺村、今井村、別宮村、八尾座村の各村があった地域が、郷儀の八尾と呼ばれる。江戸時代初期までは八家村は一つの村であったが、1628年に八津に分村された。八尾は、古くは、八尾、野生、八尾とも書かれた。また八つのお葉を持ったうぐいすがいたことから、八尾と呼ばれるようになったとも伝えられている。 この地域は、物の部市の一族である、族住家連や、矢作部の本拠地であり、一族のが神を祀る、あわすみか神社や矢作神社が建てられ、縁起式神明帳にも記載されている。奈良時代の頃に、行記によって、上皇寺が創建されたと伝わっている。平安時代には、有力寺社の荘園となり、八尾章と総称される。現在でも、省内などといった地名として、 名残をとどめている。また、矢作神社周辺はかつて、別宮と呼ばれ、岩清水、八幡宮の別宮、昭園であった。室町時代に入ると、小山戸川左岸にある、西昭治を中心とした渋川郡、旧宝寺村がこの地域の中心となる。八尾はまだ寒村であった。戦国時代になると、この地域に、八尾城が築城され、たびたび戦乱に巻き込まれている。 しかしその跡地がどこであったかは、八尾神社近くにあった説と八尾座にあった説があるものの、定まっていない。少し北の茅振村では、慶光寺を中心として、観光集落が形成され、織田信長ら当時の権力者に対抗するも、攻略されている。大阪夏の陣では、八尾の戦いの戦場になっている。八尾地域の発展の転機となるのが、 江戸時代初め頃の浄土新宗の宗派争いを発端とし、森本育地から旧法寺の一部住人が寺内町を支配していた安石と対立して、1606年にジネガイ寺と共に長瀬川右岸へ移住したことである。まだ荒れ地の多かった、この地を開墾、新たに大神寺を建立し、周囲に寺内町を形成していった。その後、大阪の役では、 周辺地域が戦場となるものの、徳川方の保護により、戦乱には巻き込まれなかった。1704年に大和川の付け替えが行われ、周囲の神殿で、綿栽培が行われるようになった。その結果、八尾は、綿花や河内木綿などの取引で潤い、八尾が旧法時に変わって、経済の中心となり、現在の八尾市発展の基礎となった。大阪府。 中郷地郡八尾町一的には、八王子内町と八家村だった地域は、大まかには、西は、長瀬川の北東、近鉄大阪線より、南、府道174号線より西に囲まれた地域に、あたる。旧村落は、市役所の周辺一帯、南本町交差点からあんなか診療所へ至る。一方通行の指導の沿道に集中しており、古い家屋が多い。 現住所表記では、上記の地域は大まかには、本町の大半、東本町、南本町の大半に該当する。かつての八尾省の周囲にあたる地域で、これらの村域であるものの、地図上に境界線が引けないほど境界が複雑に入り組んだり、飛び地が多い、八家村工作地であり、かつてはほとんど民家もなかったが、現在は、ほとんどが住宅地に変貌している。 現住所表記では、大まかには、本町の一部、南本町の一部、栄町、高町、光南町、清水町、陽光園の一部、明美町の一部、松山町、庄内町、青山町、若草町、高見町、山本町南の大半、南小坂井町の一部、北本町、光町、山城町、楠木根町、緑が丘、浅丘、旭 桜ヶ丘の各地区にあたる。八尾省であった地域の周囲には、後の市町村制実施時に合併した村であった地域があり、現住所表記では大まかにはかやぶり町、小幡町、長池町、宮町、助藤町、みその町、久保園、末広町の一部、西山本町、堤町,町,町、山本町、山本町北、山本町南の大半。 山本高安町、山本町南の一部、小坂愛町、南小坂愛町の一部の各地域にあたる。河川鉄道バス主要道路本町は、寺内町を中心とした地域一体で、八尾市役所はその東外れに位置する。八尾坊大神寺を中心とする、観光集落、寺内町であり、東は、八尾市役所前の道路、西は、 旧大阪中央環状線、南は、不動大阪港八尾線の一つ北の通り、北は、八尾天満宮の北側の道筋に囲まれた範囲となる。周囲は、旧大技西号、旧大和木戸、旧大技東号、旧大技大神寺などの一部地域も含まれる。元は、寺内町の東に続く商家の多い町で、現在の2丁目あたりの旧大技、 東郷を中心に旧、大和崎道戸、旧大和座省のうちも含まれる。三丁目は、近鉄八尾駅に近く雑居ビルや商店が多い。八尾街道この辺りの不動大阪港八尾線沿いは、大型店舗が多く、車の交通量も多いが、八尾市内の大阪港八尾線沿いでは開発の一番、遅かった地域でもある。八尾街道沿いに入ると古い住宅や、小さな寺院が多い。 狭い一方通行の道にもかかわらず、交通量は多い。街道沿いに、スーパーマーケットが2軒ある。旧住所表記は、北から省のうち、西方寺、今井、別宮、八尾座であり、現在も自治会名として用いられている。旧八尾町の南西部で、寺内町や八尾町の集落から外れた地域にあたり、かつては田畑ばかりであった。この地が、 区画整理されて、商店や住宅が立ち並ぶようになったのは、八尾市政以降後である。観光庁絡みの施設が多い。なお、洋公園二丁目、明美町二丁目、松山町二丁目の地域は、旧竜下町の地域に該当する。主な施設、旧石旧八尾町の南東部で、旧八尾町の集落の東、楠川の西に挟まれた地域であり、 旧明けの川村地域である中田、八尾木地区とも接している。地域の中央を大阪府道174号八尾道明寺線が縦断しており、地域の中心にある青山町交差点から青山通りとも呼ばれる。昭和40年代以降に本格的に宅地化していった地域である。主な施設、旧石近鉄八尾駅北川ターミナル。駅自体は、 北本町に所在。駅前ターミナルは、光町に所在。八尾八河村の北外れ、近鉄大阪線の北側にあたる地域。1978年の再開発で、近鉄八尾駅が高架化の上、東へ移転した。移転前の八尾駅は、今の山城町一丁目にあった。主な施設、旧石近鉄八尾駅北側の、 西部百貨店やアリオ尾などの大型商業施設が立ち並ぶ地域。河内街道市町村制施行前はかやぶり村だった。旧八尾町では北側に位置し、川内街道沿いにある旧かやぶり集落一帯の地域である。かやぶり集落は、慶光寺を中心とした寺内町、観光集落であった。市町村制施行前は、あの小村だった。 現在のあの交差点を中心とした地域。主な施設、旧石市町村西施行前は、スケドウ村だった地域。現在の近鉄旧宝軸地駅の北側にあたる。地域の中央を南北に、大阪中央環状線が通る。主な施設、旧石市町村西施行前は、八尾中の村だった地域。旧中野集落は、寺内町から、 立石街道を東へ約1キロメートルまっすぐ向かったところに位置する。天台収納層で、直木賞作家の近藤校がここにある、天台委員の住職として滞在したことから有名になった。主な施設、旧石玉串川市町村制志向前は、山本神殿の北半分だった地域。山本集落は、八尾中の集落から東へ。 一続きとなり、さらに東は、旧高安郡の万願寺集落が続いている。町域は、玉串川を挟んで南北に細長い。地域の南に、近鉄河内山本駅がある。主な施設、旧石山本町南の一部と小坂愛町、南小坂愛町の一部の地域は、市町村制施行前の小坂郷村だった地域。山本町南の一部と、 山本高安町は、山本神殿の南半分だった地域。主な施設、旧石屋尾村に関するカテゴリー、屋尾城に関するカテゴリー。ありがとうございます。